皆さんこんにちは、森有です。今朝の6時ちょっと過ぎでございます。眠いです。あのね、森崎のティント事情よく聞かれるんですよ。まだつけてないんですけれども、こちらを私は使ってるんですが、森崎のティントはどのぐらい取れないのかっていう、あのこれはですね、友達含めマネージャー含めなんかみんな、いつ森有って塗ってんのみたいな、いつ塗り直してるみたいなことよく言われるので、1日私塗り直してないんですけど、あの本当寝るまで取れないんですよ。お風呂入るまで取れないので、本当にこれどんぐらい持つかっていう検証を今日していきたいと思います。で、夜からまた撮影があるので、その時にちょっと飲み会かなんかも行かなきゃいけなかったりとかですね、するので、どこまで取れているのかっていうのをどっちくいち取っていこうと思います。はい、ということで今日はこのあれですよ、ティントが重要なんでございますよ。私もあと5分で出なきゃいけないので、パパッとつけますね。はい、パパパ、はい、いつもの盛り上がりですね。結構濃い、ティントですかね。これジェリーピンクだった気がする。あ、違った、嘘ついた、キャンディージェリーでした。あのペンシルとかで使ってこうやってちゃんとかたどるんですけど、今日はティントだけの検証をしたいと思います。このティントマジですごいから、ほんと取れないんで、はい、コーティングとかなくって、これだけでいってきます。1日のティント密着開始でございます。これね、さっきちょっと飲んじゃったんだけど、今んとこついてます、べったり。いきます。取れてないね。なんかこのティントすごいでしょ。なのでこれから、はい、お食事をしていきたいので、あの食事をした後ももう一回取ります。そんでこのティントがどのぐらい取れていないかを証明します。はい、ということで食べ終わりました。どうですか。ほら、取れてないでしょ。すごいな、ここまで。でも内側はちょっと取れてきたかもね。ほら、ここの内側は取れてきました。ちなみにナプキンがあるので、お、取れない。夜まで持つかはわからないですけど、トライしてみたいと思います。アイス食べててもティントはやっぱ取れないです。はい、ティント検証、コーラを飲みました。で、ちょっとティントがやっぱ取れてきた。これが今ですね、3時くらいでございます。朝から塗った割には全然取れてきてはいないけど、ここはちょっと、ここのかけらは気にはなりますね。うん、最後まで持つんでしょうか。ということで帰ってきました。ただいま。ティントはまあちょっとここがやっぱりお昼過ぎのやつが取れてますけど、まだまだ全然残ってますね。ほらね、残ってる残ってる。ティント検証ってすごいですよ。このティントすごいですから、本当に唇の形をあのちゃんと残しながらティントが残ってるんですよ。はい、これを、あ、すいません、あの変顔してたわけではないんですけど、ちょっと説明をしようかなと思って。はい、で、あの最終的にこのティントいつ取れるのっていうのまでやりたかったんですけど、今から外していきたいと思います。メイク落としでやっても落ちない場合があるんでございますよ。なのでやっていきたいと思います。はい、飛んでないけどね。普通に一回、まあ、こんな感じで取れますね。お、10回表裏、表裏こんな感じでつくので、上が全然取れてない感じですね。ずっとこすっていきたいと思います。本当はね、こするのはあんま良くないんですけど、こすります。上も落としていきます。
マジで取れない。これここも分かりますよ。ここも取れないですもん。この内側のティントが取れない。はい、ということで5分こすったところで検証だったので、検証、この 3CE のリップティントはこすってもこすっても1日ほぼ取れないです。ここまだあるもんね。ひごくないか。超無敵だと思う。ぜひ皆さん使ってみてください。ということで皆さん、せーの、おつわり、あ、ついてる、おつわり。